こんにちは。東京リベンジャーズ解説動画チャンネルのなあちゃんです。今週も衝撃の展開となった通り部最新話、ちふゆが思わずトロした言葉に胸を痛めた方も多いことと思います。今回はそんな234話について前回の振り返りとともに解説していきます。また一人で戦うことを決めた滝道に、今後新たな協力者が現れるとすれば誰なのか、や地冬が持ってきた花の花言葉の意味についても考察しているので、ぜひ最後までご覧ください。なおネタバレの内容を含みますのでご注意ください。前回のあらすじ、マイキーの猛攻を受け倒れたサウスに駆け寄った竹道。しかしサウスは息をしておらず、すでに死亡していました。そこでココは、この構想はマイキーの勝利をもってして関東卍会の勝利であることを宣言した上で、解散だ、みんなはけろ、とこの場を収めます。そんな中竹臣は、そこまでやる必要なかったろ、と詰め寄りますが、マイキーは容赦なく竹臣を蹴り飛ばし、それを止めに入った竹道さえ、どうやって死にてえ、と殴り続けます。その言葉にマイキーと出会った頃のことを思い出した竹道、なんてね、はもうないんだな、と涙を流します。それでも止まらないマイキーの拳、竹道はもう顔が変形し重傷を負っていましたが、マイキーとその名を呼びます。その声が届いたのか否か、マイキーが拳を振りかぶったシーンで233話は終了しました。今回のあらすじ、目を覚ますと病院にいた竹道、ベッドサイドにいたのはココで、重傷を負った竹道が3日も寝ていたことを告げます。そこで気になるのが、どうやってあの状況から生き延びたのかですが、竹道を助けたのは千住でした。千住がマイキーに土下座をし、ブラフマンの解散を宣言して構想が終わったそうです。このままじゃブラフマンが終わっちまうから、とサウスに向かっていた千住を思うと胸が痛いですが、そのおかげで竹道は助かったのでした。そしてこの三点戦争は、関東卍会が六原短大を吸収し、ブラフマンが解散を宣言したことによって終結。天下を取ったのは関東卍会でした。未来の梵天の主要メンバーは、元関東卍会からはマイキー、サンズ、ココ、元六原短大からは各長、灰谷兄弟、モッチー、元ブラフマンからは竹臣と、ほとんどが関東卍会と吸収された六原のメンバーですので、この結末はほとんど史実に沿ってしまっているのではないかと思います。ココの次に竹道のもとに現れたのは相棒ちふゆ。ちふゆはドラケンの葬儀に行ってきたことを告げ、震える声で、竹道、一体何が起きたんだよ、なんでみんなうまくいってたのに戻ってきちまったんだよ、お前のせいでドラケン君は、そう叫び、はっとして口を押さえました。バジを救えなかった竹道に、大事なのは結果じゃねえ、と言ってくれたちふゆの口からこの言葉を聞くのは正直かなり辛いですが、竹道が無論ドラケンを死なすつもりで戻ってきたわけではないこと、竹道自身が誰よりも自分を責めて背負っていること、そんなことはきっとちふゆが誰よりも分かっているはずです。竹道のせいでないと分かっていてもなお、生きていたはずの大切な人の死に直面し、口をついて出てしまった気持ちだったのでしょう。ちふゆの悲痛な胸の内が痛いほど伝わってきます。すぐに謝ったちふゆでしたが、竹道は、いいんだちふゆ、全部俺のせいだから、と全てを受け入れ、一人にしてくれないか、と告げました。それを聞いたちふゆは目に涙を浮かべ、早く怪我治せよ、そしたら思いっきりぶん殴ってやっから、そう言って病室を去りました。帰っていくちふゆに声をかけたのはひな。ひなはお花を花瓶に刺しており、それをちふゆに報告していました。ということはおそらくこのお花はちふゆが竹道のために持ってきたもの。そこで花言葉を調べてみました。これがマーガレットであれば、優しい思い出、私を忘れないで、真実の友情という意味があり、
ガーベラであれば、希望、常に前進、感謝、思いやりなどという意味が込められていました。いずれにせよ、千冬はきっと竹道を攻めるためにここに来たわけではなかったことがうかがえます。ですが、もういいんだと帰っていく千冬。ひなは病室に残る竹道を心配そうに見つめていました。そんな中、竹道は、もう誰も巻き込みたくないんだ、ここからは俺一人で戦うと静かに決意するのでした。ひながこの後なんて声をかけるのかなど非常に気になるところで、234話は終了しました。竹道に協力者は現れるのか。今週もかなり辛い展開となった通り部最新話、読み終わった後、地獄だと思わずつぶやいてしまいました。前回の動画で233話のタイトルを和訳すると、遅くても来ないよりはマシという意味になると解説しましたが、今回の234話のタイトル、There is no mending は、取り返しがつかないという意味であり、竹道が未来から来ないよりはマシだったのが、竹道が来たことで取り返しのつかないことになったと言われているようで、さらに辛くなりました。竹道は、ここから俺一人で戦うと言っていましたが、本当にずっと一人で戦うことになるのでしょうか。竹道の言葉は、もう大切な人を巻き込みたくないという意図から来ています。ということは、仲間ではない誰かや、利害が一致している人物であれば、竹道も手を組むことがあるのではないでしょうか。そしてその人物とは、半魔修司ではないかと考えています。続いては、その根拠についてご説明いたします。1、2008年6月。竹道が未来のマイキーに殺されかけ、タイムリープした先は2008年の6月でしたが、なんと、半魔が妃の墓の前で死神と道化について語ったのも2008年の6月なんです。これは偶然とは思えないですよね。このことから、半魔がこの10年前の世界におけるキーパーソンである可能性を感じました。2、半魔がトリガーに。マイキーは現在、サウスを殺してしまいましたし、ドラケンは死んでしまい、考えられる限り最悪の事態となっています。この状態からマイキーを救うには、過去にタイムリープして今を変えるというのが最も有効な手段だとは思うのですが、仮に10年前の今からさらにタイムリープすることが可能であるとしても、タイムリープのトリガー不在問題が残ります。それを解決してくれるのが、10年前の世界のキーパーソン、半魔ではないでしょうか。トリガーとなる条件は、ナオト曰く、過去を変えたいと強く思っていることです。これに半魔が当てはまるかどうかですが、唯一無二の存在だった妃を失った半魔が、過去を変えたいと思っている可能性は、少なからずあるんじゃないかなと思いました。あまり半魔の柄にはない感情かとは思いますが、妃のことになると人間味を見せるような一面があるので、ありえない話ではないかなと思います。もしくは、妃を失って色のない世界に戻ってしまい、ダリーと感じていた半魔が、単純に面白がって竹道に協力してくれる可能性はあるように思います。個人的な希望としては、これからも竹道の相棒は一生千冬であってほしいですが、もし、半魔をトリガーとして、さらに過去にタイムリープすることができれば、以前竹道が言っていた、バジもエマも救うという言葉も実行できるかもしれず、最高のハッピーエンドを迎えることができるかもしれません。そしてとにかく、今の竹道に寄り添う誰かが早急に現れてほしいです。皆さんはどう思いますか？ぜひ皆さんの見解もコメントにて教えてください。ご視聴ありがとうございました。これからも最新話解説動画など、たくさんの通り部動画を上げていくので、チャンネル登録もお願いいたします。